ちゃいました。誰が気づいてくれるのか。中森花子さん、お疲れ様です。ケーキくれた、ありがとうございます。中森花子さん、お疲れ様です。すいません、今日は大阪大会帰りで移動中に加世田信弘がノブ加世田というリングネームに変わりまして、オールナイト日本をやって帰ろうと言ってたのに電波が悪かったり熱暴走で落ちたりして全然できなかったんです。それで今エンディング配信です。じゃあちゃんと中森さんに挨拶して、ちゃんと自己紹介を自己紹介をしたいと思います。名前変わってる。はい、ノブ加世田に改名しました。はい、よろしくお願いいたします。質問に答えてくれるんですか。あ、はい。どうぞどうぞ、質問答えます。はい。中森さん、やばいところに入ってしまったこれ後悔してしまったいや、ありがとうございます。とびっきりの笑顔です。あ、5名の方が見に来てくれました。5名の方がすごい。これちゃんと。これ起きてみんな稼いだと。はい。ナイト日本でファイナル。そうですね。もうでもそうですね。ファイナル。はい。タイトルコールをやった方がいい。タイトルコールして。ノブ加世田オールナイト日本。ああ。でファイナル。声小さいな。ファイナルですね。はい。まあ、走ってる場所からしてもこのファイナルでいいんじゃないでしょうか。ということで。ですね、はい。あ、マークフレームさん、ありがとうございます。ありがとうございます。星が飛んでる。ファイナルではありますが、ファイナルではありますが、コンティニューコインは、随時投げ放題でございます。コンティニューコインありがとうございます。投げ放題。すごい、投げ放題、はい。ですが、まあ、時間的には、ね、途中で打ち切りますがもらえるだけ、もらえるだけの嫌なやつありがとうございますもうそうですね、そろそろ、ね、はい、あ、浜田さん、コンテニューコインありがとうございます。中森さん、クラッカーありがとうございます。そんなファイナルにふさわしい、何のコーナーがあるんですか。何のコーナーをするんですか。何のコーナー、そうですね、何について語ってくれるんですか。ノブ加世田○○について語る。来た、ノブ加世田○○について語る。お題をじゃあ頂戴する感じですか。何を話しましょう。お題を作る。それは伝わりづらいだろう。
壊れちゃったんですけど。壊れたんだっけ。なんていうんだっけ、タイヤについてる長い細い棒 の, あの支えてる、はいはいはい、あれが、あ、そう、外れてしまって、はい、走行中に、あ、走行中にですね、はい、走行中に2本外れてしまって、2本外れてしまって、はい、一般参戦。そうです、すごいです、2本外れる、ポロンと落ちる、それともパキン、パキンですね、はい、途中で嫌な音したんで、で見てみたら2本ぐらい自転車のタイヤのあれが支えるやつが外れてたので、すぐ自転車屋さんに行って、はい、持ってたら何て言われたの？あとタイヤ交換しなきゃいけない、そうですね、もうあれだ、自転車もホイールっていうんですかね、なんて言うんだろう、あれタイヤのゴムだけ変えるわけじゃないですよね、もうね、中の信号入れてるから、だからホイールというか車輪の首のところまで、ね、もう丸々交換だよね、あれでも、そうですね、2本ぐらい壊れると、2本だけでも壊れるとあれなんだなと思った、交換するんだなって、はい、丸からね、どこ一箇所へこんじゃっても、はい、あ、でももう治ってはいる、あ、まだ僕修理中です、はい、まだタイヤ自体がちょっとだけでかいので、特殊なので、そんな特殊な自転車普通の自転車だと自分ともパンクするんですよね、なのでちょっとビーチバイクみたいな、ビーチバイク、あ、そうですね、そうだな、さ、ビーチバイクみたいなのじゃん、ビーチクこんなんだよ、大変こんなぶっ飛いやつ、ね、あ、でもありますね、そのビーチバイクですね、ビーチバイクですね、はい、ね、最近ちょっと流行ってますよね、ウーバーの人とか乗ってないけど、はい、なんかこうちょっと街乗り、 あんなんで街乗りしてる人多いよね、あ、ちっちゃいタイヤの折りたたみ自転車みたいな、あれ進むのかね、ちょっと相当ロスは多いと思います、坂道登れなの、なんか花川実家でその自転車乗ってる人があるの、あ、折りたたみのおじさんが人かなんかの経費で買ってそれを乗ってて乗ってるみたいな、そうだ、その話したことある、あるよね、配信とかで乗ってたけど、どれだけ漕いでも進まねえやつじゃねえかって、そんなことはないですなんか太いタイヤの、この間上空のビッグカメラにその扉のちょうど入ったところになんかそうですね、太いタイヤの自転車で、でも30何万もしましたよ、買ったの、買ってない、買ってないです、そういう種類のもあれ、全然違うやつだけど、はい、東京車とかよりも自転車がいいって、だからそう、あ、この自転車いいなと思ったのが40万だったの、はい、あ、そうなんですね、それで買ってないですよ、買ってないで、キャノンデールっていう名前は覚えてて、山下さんが同じメーカーの買ってたあ、これね、これ高いやつじゃないですか、多分ね、もうちょっと安めのやつだと思うんですけど、まあ、ただ大事なことなんで、皆さんね、間違えてもらうと困るんですけど、今の山下金子が40万近くの自転車買ったわけじゃないですよ、まだバリバリレスラーの時バリバリレスラー、ね、二足のわらじを履いてないレスラーの時のゴールドジムインだった時です、その時の山下さん、ね、議員さんになってから高級自転車買ってるわけではない、ね、これ大事なことね、今はね、ちゃんとね、仕事にもちゃんと行ける車
車に乗ってます。普通の乗用車になってます。レベルアップしてんじゃねえよ。車は必要でしょ。で、いろんなとこ行って、ね、現場見なきゃいけないったりとか、はい、話聞かなきゃいけない。金吾さんの話なんですけど、なんか自転車屋さん、自転車用のサングラスをこうかけてるんですけど、そのサングラスが多分 Bluetooth と繋がってるんですかね。音楽が流れるんですよね。すごいなと思って。その高いやつ。結局山下金吾さん。サングラスに音楽がかかる。あのすごいなと思った、はい、なんかつなげるとあれかな、 会話じゃないけどなんかで、あ、そういうわけでもないの、ただ音楽聞こえる、あれかな、ナビとかの音声とか聞かなきゃいけないから、あ、それこそなんか新宿フェイスに自転車できた時、あれまだバリバリの時だよね。そうですね、なんかバリバリの時だよね。あのなんかブレーキ壊れてどうのかなって言ってた時ですね。その自転車で鳥さんを引いたのに気に入ったのになる前の話ですかね。そうなんです。なんかあの帰りにあのなんかすごいサングラスをあのこれめっちゃいいぞって言ってたんで、はい、本当にあのかけただけで音楽が流れるんで、すごい、自転車用のサングラス、ブラックペッパーズなんでもなくて、自転車用の自転車。そう。長谷川もそのサングラスかけて入場曲聴きながら入場すればいいじゃん。自分しか。自分しか。ノリノリで入ってる。ノリノリ。自分しか。そうですね。高いんですよね、多分あの高いその高い上げ出さったよ。すごい。金庫を変えちゃうから。当時はね、もうそういう機能を求めることもありますよ。あとまだ止まらないね。いや止まらないね。金吾さんの話ではないですけど、ね、なんでしたっけ、今あの電動のキックボードあるじゃないですか。電動キックボードレンタルとかやってるやつ。ああ、はいはいはい、乗ったことありますか。いや、ないんですよ。あれでもなんかあの後ろにあのナンバーがついて、あれ免許って必要なんですか、なんか登録。今どうなんだろう、なんだっけ、原付の免許が変わった際にそいつが組み込んであるような気はするんだけど、免許でも手軽に借りれるってなると免許の確認になってないですよね。だからよくわかんないよね。職質受けてありませんって言ったらダメだっていう話でもないはず。自転車車道を走るわけじゃん、だからなんかヘルメットというか頭を守るような隠れみたいになるわけじゃん、なんで電動キックボードはあれみんなネットかぶんないの、ね、なんか邪魔ないの。たまに歩道走ってる人いません。歩道はね、走っちゃダメなはずですね。かといってあれ車道、本当に昔から思ってたけど、自転車乗る人がマナーって時には、歩行者と同じ時には車と一緒みたいな、すごい歩行でね、あれ走ってんじゃん、あれ車道走ってて転倒した時に車道側に転倒したら、ね、一巻の終わりじゃん。一巻の終わりです、ね、でしかも
失なんじゃないですか。過失になりますね。なんかその交通ルールもおかしいな。パワーバランスが違うものが同じ土俵にいるから、確かにそれを今レンタルができるのかなんか、ね、そうですよね。怖いですね。呼びかけた方がいい、気をつけてください。気をつけてください。言わされてる人。中森さん気をつけてください。中森さん気をつけてください。中森さんは寝ているよ。そうですね、入っちゃいけないところに来てしまったんで、さっと逆になんか自転車の、レンタルあるじゃないですか。自転車レンタル、はいはい、自転車のレンタル、自転車のレンタルとかも使ったことあるんですか。ないですね、うん、あ、中村さん起きてます。すいません、時間の贅沢な使い方をさせてしまってます。ありがとうございます。あるんですか、自転車レンタル。登録して、あ、でも自分使ったことはないんですけど。まあでもいつでも使える状態では。あ、いいですよね、はい。登録しないとダメですけど、はい。登録して。登録して。いつでも。いつでも、はい。一回も使ったことないですけど、はい。だからね、自分の最寄りの国領のところからこう、はい、丈夫、あれでしょ、出先に返しちゃっても問題ないんでしょ。あ、問題ないです、はい、借りた場所に返す必要ないもんね。そうですね、はい、配信面白いですね。中森さん、追いながらだからそうなってどこが面白いか詳しく教えてもらってますか。加世田が皆様を楽しんでいただけるような、ね、トークができるやつになってほしいと思ってのオールナイトニッポン。聞き取るのが難しいです。すいません。自転車膨らますじゃないですか。自転車好きです、はい。車の免許とか持ってないんだもんね。持ってないですね、はい。自転車でいいじゃないですか、エコで。そうですね、自分もそうですし、キムさんもそうですし、自転車好きですね、はい。東京はでもやっぱ自転車なんか渋滞中よりは絶対速いって言いますもんね。ああね。だからウーバーがまあ、ね。ああはい。ウーバーって荷物重くないんですかね。荷物入れる箱がちゃんと力があるんです。そうそうそう、あのその。いや、内緒だけど、内緒だけど、そうですね。僕知ってんだ。知ってんだ。ちょっとチラッと見てた。バックの前のことチラッと見てた。知ってんだ。あと荷物入れるんで、リュックは。内緒だよ。内緒だよ。はい、言い切らないです。そうですね。愛知県じゃ絶対流行らん、まあ、やる人いないこともないんだろうけどな。そう、だってあのコロナ禍でさ、ウーバーイーツが流行ってた時、調布市内見かけるけど少なかったな。なんかやっぱああいうとこは、オフィス街というかさ、そういうところ、まあ、新宿渋谷とかバンバン走ってるようなあれだけど、調布珍しかった。調布はウーバーだ。ウーバーイーツでマックを頼む人の気持ちが俺わからないんだけど、その辺はどう思う？ウーバーイーツでマックは頼んだことないですね。買いに行けようって思わない？近いので、そうですね、自分も大体マック駅前とかあるだろう。まあ、別にね、モバイルオーダーまでやってれば、あれは便利じゃないですか。あの到着したらもうそのままパッと、まあ、受け取れ
手数料かかるじゃん。あいつさ手数料かかるのに、マック自分で行けんだろうって思っちゃうんだよね。まあ、ないところもあるかもしんないけどさ、なんかもっとね違うのを頼みたくない？頼むんだったら。ウーバーで頼んだの。蕎麦屋で出前取ったら手数料ないじゃん。なんと中森さんは出前館でマック毎週頼んでます。マジですか。大炊きマック中森さん、ごめんなさい。許してください。でもマック近くに開けたら違うのやつだったとかってないですかね。 あの、あんまり僕テイクアウトしない人間だから、あ違ったらその場で僕はあれだけど、テイクアウトする人だと例えば家持って帰るだけでもさ、中見てからやんのか。ウーバーの場合だって家の前で受け取ってから知っちゃうじゃん。そしたらもうクレーム違うの来たんですけどってならない、ならないのか。ならないよ。中森さん、マック、ウーバーで、あ、てか手前館で頼む。なんか、まず場所か、場所によるってことか。俺のイメージがマックすぐ近くにあるじゃんだけれど、今となってはモス近くにないよなってなるよね。そうなるとモスで頼む、モスで、ウーバーでモスを頼むっていうことはあるかもしれない。我々バック行くのもモス行くのも我々は同じです。松屋もあります。松屋もウーバーやってんだっけ。松屋も行けよ。やってみたことのスタドンですかね。スタドンどこあったっけ。スタドンは調布にあるじゃん。調布のあの調布銀座。ああ、はい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 。旦那さんの。あ、そうそう。はいはい。一回だけ、はい。あ、加世田はウーバーイーツ。明日。もうずいぶん前なんですけど。はい。スタドンウーバー明日。あ、なんか違うなとかなんないの？いや全然。まあ、はい。家で食えるっていうのはやっぱそれ。なんだかでウーバーはすごい楽なんですけど高いなっていう。持ってきてもらう料金も。そうですね。はい、ね、なんかウーバー手数料が高いイメージ。そうでもないの。あ、中森さん、週5、6回出前頼むでもうやめます。現代人なんですよ。めちゃめちゃ使ってんじゃないですか、中森さん。15分間かっこいい。あ、すごい。何食う？15、何にも無計画で何食いに行こうかなってプラプラで歩いちゃうぐらいな人間だから。大湯でカレー食いてたとか。その前でもめんどくさいからバックで行くかなとか。大雄の牛すじカレーとマックはもうジャンル全く違うけど、歩いていくのめんどくさいなって思う時に歩いていかなきゃいいだけなんですけど、電車乗りゃいいだけなんですけど。すごいですね、週5、6回出前さんもすごい。かっこいい。かっこいい。あ、でも僕行ったら僕あれかな、宅配弁当だから、昼会社のね、晩生活の時とかね、あれもなんか出前みたいな感じなんですかね。まあまあ、仕出し弁当みたいな、それはまあ、その何も考えずに日替わりだから、日替わり一択だから。日替わり一択だからもうね、めんどくさくて食を楽しもうよ。楽しもうよ。日替わり一択の、今いくらだったんだっけな。450円だっけ。安い。安い。かっこいいっす。
あ、でもね、あれね、ササミスティックをつけてるよ。ああ、はい。コンビニで買ってるね、ササミスティック。今コンビニもウーバーやってますもんね。あのセブンイレブンも、そうなの、はい、ファミリーマートもローソンも、はい、まあ弁当系は充実しまってますからね、日本の